ヘオファン・レセル・ベルヘは、ベルギーの画家である、ヘントのフランス語話者の家に生まれた。ヘントの美術学校で学んだ後、1879年から、ブリュッセル王立美術アカデミーで2歳年上の、ジェームズ・アン・ソウルと学んだ。アカデミーの教師は、ジャン・フランソワ・ポルテールで、北アフリカの風物を描いた、ポルテールに影響を受けて、レーセル・ベルヘも1883年から、 しばしば、モロッコに滞在することになった。1881年に、ブリュッセルの展覧会に初めて出展し、1883年に設立された20人展の創立メンバーの一人にまだ18歳であった、レーセルベルヘも加わった。20人展の運営をした、出版業者のオクターブモースの依頼で、美術界の新しい才能を探すために、パリを訪れ、 1886年の印象派展に出展されたジョルジュ・スーラのグランドジャット島の日曜日の午後を見て、ベルギーの若い画家たちとその天病技法を輸入し、1887年の20人展にスーラは招かれて出展した。1897年にパリに移った。友人になったジョルジュ・スーラは1891年に亡くなるが、 レーセルベルヘは1910年頃まで、天病技法による作品を制作し、その後天病を使わなくなった。1910年に、南フランスの地中海沿岸に移った。フランス、バール県のレ・ラブンデュで亡くなった。1889年に出版業者の娘のマリアと結婚した。マリアは、文学者のアンドレジットの友人として知られ、娘のエリザベート。 アリザベスファンデスルバーグは、ジットの愛人となり、ジットとの間に子供を設けた。ありがとうございます。